竹村八重子は日本のピアニスト、作曲家。埼玉県所沢市出身。国立音楽、大学付属音楽高等学校音楽科国立音楽大学ピアノ科卒業。日本大学芸術学部大学院博士課程修了。2000年ウィーン国立音楽大学歌詞セミナーにて、ディプロマを取得した。2005年、第21回ショパン国際フェスティバルに、 ソリストとして出演した。同年、シャネルジャパンでスタートした、シャネルピグマディオンデイズの初代アーティストとして活動した。2007年4月から2009年3月、インターネットラジオオターバの番組、オターバグラツヤにプレゼンターとしてレギュラー出演した。2008年、ショッパンとオリジナル曲のアルバム、夢見、ビギンパーフォームドバイ竹村ムラ子 ポルノグラフィティパーフォームドバイ竹村八重子が発売された。作曲では映画や CM、テレビ番組へ楽曲を多数提供。秋田名城のほとんどの CM 作品の音楽を担当。2016年には奈良国際映画祭で春日大社に奉納された映画監督の河瀬直美の映像作品、リンネリネの音楽を担当した。テレビでは一角。や。 華麗なる芸術のトウェイン音楽をめぐる日本との交流 BSTBS などで BGM の作曲や演奏を担当し MC としても出演している2011年より経営者に脳科学に基づいてピアノをレッスンしておりそのメソッドをまとめた書籍大人のピアノ超入門初めてでも1ヶ月でショパンが弾けるリボドブックが2013年10月に発売された 2015年、エムフローのバーバル、大沢慎一と音楽ユニット、ローナルを結成。クラシックの枠を超えた新たな音楽作りに挑戦し、ローナルとしても、テレビ番組、みんなのニュースや、ラジオ番組、人体東京ディストリクト、ゲーム音楽などに多数楽曲提供を行っている。2019年に活動を開始した、若手音楽家の育成プロジェクト、 グビド9のプロデューサーとしても活動する。ありがとうございます。